皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。本日はリアルな肌を生成するための工夫について考えてみようと思います。今回使用するのはステーブルディフュージョンウェブ UI のバージョン 1.5.1 です。それでは早速始めていきましょう。今回使用するモデルはマジックミックスのバージョン6です。このモデルはもともとかなりリアルな画像を作ってくれるのですが、さらに肌をリアルにしていこうと思います。今回のプロンプトは非常に長いのですが、リアルに画像を作るということを目的としたプロンプトを思い切り入れています。そして作る画像ですが、女性がビキニを着ていて右手でピースサインをして左手でドリンクを持っているという状態を入れています。ネガティブプロンプトもリアル系のために新しく作ったネガティブプロンプトで、このようなタグを入れています。とても長いので全部を読みませんが、参考にしてみてください。そして今回はローラを使用するのですが、スキン&ハンドフロムポリヘドロンというローラを使います。ポリヘドロンというのは多面体という意味のようです。このローラは肌をリアルにしてくれる効果があります。トリガーワードはディテールドスキン、スキンブレミッシュという単語のようです。スキンブレミッシュは肌の傷という意味ですね。それではこのローラを使っていきましょう。もうすでにダウンロードしてあるのですが、スキニーニュースキンというローラがそれに該当します。事前に試したところ、強度は少し弱めが良い印象でしたので、今回は強度 0.2 から始めてみます。事前のテストではアップスケールの程度やデノイジングストレングスにも影響を受けますが、 0.8 を超えると傷だらけの肌になったり、強い奇形が出て怖い画像になりますので注意してください。シビタイの例に倣ってディテールドスキンというトリガーワードを 1.2 の強度で入れています。まず比較のためにこのローラがない状態で画像を生成してみます。今回の設定ですが、サンプリングメソッドが DPM++2M カラス、サンプリングステップスが35、ハイレゾフィックスでエスルガン 4X プラスを使って2倍のアップスケールをしています。デノイジングストレングスは弱めの 0.3 を採用しています。画像サイズは512×768 の縦長の画像を作っていきます。 CFG スケールは7です。今回初めて気づいたのですが、バッチカウントの枚数、これは生成する画像の枚数を決めるのですが、なぜか最新のバージョンでは2乗の数の画像を生成してしまうようなので、今回は2にして4枚の画像を生成していこうと思います。これが生成された画像になりますが、とても良いですね。かなりリアルでこれでも十分かなと思いますけれども、ただやはり肌がちょっとつるっとしていて、リアルというよりは綺麗すぎる肌というような感じがします。ファンデーションを気合を入れて全身にかなり塗ったというような肌になっていますので、これをリアルにしていきたいと思います。それでは今度はローラを入れて画像を生成しようと思います。 0.2 の強度でトリガーワードを入れました。またバッチカウントが2で、なぜか4枚の画像を生成していきます。今回シードは固定していませんので直接比較ではないですが、画像を生成してみていきましょう。これが生成された画像になりますが、どうでしょうか。少し肌のテクスチャーが出てきましたが、まだリアルというには程遠いですね。つるんとしたすごく綺麗な肌になります。今気づいた、どうでも良いことですが、動画を作るのがしんどいと思うこともありますが、今日のテーマはとても楽しいです。水着の綺麗な女性なので、画像を見ているだけで楽しいです。次にローラの強度を 0.4 にして画像を生成してみましょう。またバッチカウント2で4枚の画像を生成していきます。これバグですよね。ローラの強度が 0.4 だと強すぎる状態になるかと思ったのですが、意外とまだ肌がつるんとしていて綺麗な肌という感じですね。リアルかというと少しできすぎた肌という感じがまだ残っている印象があります。画像としてはとても綺麗ですが、もう少しリアルを追求したいですね。ではローラの強度を 0.6 に上げて画像を生成してみたいと思います。ローラの強度を 0.6 にすると、確かに肌のテクスチャーは出てきましたが、ただ画像全体への悪影響が少し出てしまって、顔がぼんやりしたり全体のプロポーションが少し不自然になったりするということが目立ってきました。これ以上ローラの強度を上げると画像全体への悪影響がさらに強くなりそうですね。では次に少し違う工夫をしてみましょう。ハイレゾフィックスをかけるときに、実は違うプロンプトを挿入することができます。
セッティングのタブから設定できるのですが、セッティングのタブに入っていただいて、ユーザーインターフェースを選んでください。ユーザーインターフェースの中を下に行くと、ハイレゾフィックス、小ハイレゾプロンプト&ネガティブプロンプトという項目があります。デフォルトではチェックが入っていませんので、ここにチェックを入れていただくと、ハイレゾフィックス専用のプロンプトを入れる項目が出現します。この欄にチェックを入れていただいて、アプライセッティング、リロード UI を押してください。おそらく、リロード UI ではすぐ使えないので、コマンドプロンプトから UI を再起動する必要があると思います。では今度は、ポジティブプロンプトのローラの強度を 0.2 にして一度画像を生成し、シード値を固定してハイレゾフィックスに違うプロンプトを入れて画像を作り、その2つを比べてみたいと思います。まず比較になる画像がこちらですが、つるんとした肌の可愛い女性です。やはり肌が綺麗すぎるという画像になっていますね。ではこちらのハイレゾフィックスのプロンプトに少し強度を上げてローラを入れてみたいと思います。コピーしてプロンプトを貼り付けていただき、今度はローラの強度を 0.7 で画像を生成します。何も入れなければ元のプロンプトと同じになりますので、ネガティブプロンプトには何も入れません。シード値を固定します。ではこれで画像を生成していきたいと思います。できた画像がこちらになりますが、左が元々の画像で、右側がハイレゾフィックスのプロンプトに強度の強いローラを入れた画像になります。全体の構造を崩すことなく肌をリアルにできているのではないでしょうか。拡大するとさらにわかりますが、腕に出ている血管などはかなりリアルになっていると思います。また胸のあたりの肌のテクスチャーなどもかなりリアルになっているのではないでしょうか。顔に関しては少しシミなどが目立つようになってきていますので、こちらは好みが分かれると思います。もっとリアルを追求していきましょう。次の方法はやはり A ディテイラーです。 A ディテイラーのパーソンを使っていきます。 A ディテイラーのパーソンに上と同じプロンプトを入れて、ローラの強度を少し強くして画像を生成してみたいと思います。 A ディテイラーのパーソンを使用すると顔がちょっと崩れてしまいますので、2つ目にフェイスを入れて修正しましょう。フェイスのプロンプトは元のプロンプトと同じにします。 A ディテイラーのイネーブルにチェックを入れて画像を生成してみます。生成された画像がこちらになります。右が A ディテイラーを適用した方です。肌は確かにリアルになっていますが、若干解像度が落ちてうまくいっていない感じがあります。拡大しても肌はリアルな感じがしますが、解像度が下がってぼやけた画像になってしまいました。手の変形もひどいですね。顔も同様で、解像度が下がってぼやけた顔になってしまいました。では A ディテイラー側でもう少し工夫をしてみましょう。 A ディテイラーのインペイントのタブを開いていただいて、ユーズセパレートウィジスハイトをチェックします。そしてアップスケール後の画像の大きさである幅が1024で高さが1536を入れます。顔の方も同様に、インペイントのタブからユーズセパレートウィジスハイトにチェックを入れて、幅が 1024×1536 にします。これで画像を生成しています。これが出来上がった画像です。右側が A ディテイラーを適用したものですが、肌がかなりリアルになっていることがわかります。腕の血管や肌の質感なども本当にリアルですね。ちょっとリアルが過ぎるかもしれないので、ローラの強度やユーズセパレートウィジスハイトのサイズの調節でちょうど良いところを探すと良いと思います。顔もリアル感が出ていますが、ひょっとしたら顔に関しては素肌感があるよりも左側のつるっとした顔の方が好きな方が多いかもしれません。しっかりと化粧をしていれば左のような顔になります。そこで顔だけ残して体だけリアルにしてみましょう。ここのパートは少しマニアックになりますが、もう少しお付き合いください。 A ディテイラーの設定ですが、一番で顔を選択します。この時にモードとしてメディアパイプのメッシュを使います。理由は後で話します。そしてスキンのローラの強さを 0.4 にします。インペイントのところは先ほどと一緒で、ユーズセパレートウィジスハイトにチェックを入れておいて、画像の大きさを大きくしておきます。そして顔のマスクの境界をぼやけさせるために、マスクのブラーをデフォルトの4-8に変更します。次にマスクプリプロセッシングのところに行っていただいて、マスクのマスクマージモードでマージ&インバートにチェックをします。これで顔以外のところが修正されるということになります。さらに2番目のフェイスは外しておいて、
ついでにハンドを入れておきましょう。これはおまけですけれども手も修正していきます。 A ディテイラーハンドではあまり解像度を上げると手が壊れてしまうので、ユーズセパレートウィジスハイトのチェックを外しておきます。それではこれで画像を生成しましょう。これが出来上がった画像になります。右側が A ディテイラーを適用したものですが、どうでしょうか。顔はほとんど変わらずに体だけリアルになっているのがわかると思います。体の肌の質感はかなりリアルに残したままで、皮膚の下の血管や肌のテクスチャーなども残っています。そして顔に関してはしっかりとお化粧しているような感じで、元々の画像と変わりません。首と顔の境界線も自然に分かれていて、あまり不自然さがないですね。手に関しても修正がうまくいっているようです。手の形が壊れずにリアルさが増していますね。手の修正に関してはかなり難しい分野ですが、良い方法を模索しておりますので、近いうちに動画を作ろうと考えています。なぜかコップの中のレモンまでリアルになっていますね。あとは先ほどメディアパイプのフェイスを使った理由ですが、ヨーローの方が検出力は高いのですが、ヨーローは四角の形状にマスクを作る方法になります。一方メディアパイプのメッシュに関しては顔の輪郭に沿ってマスクを作ってくれますので、ペイントの境界が首の線に沿ってくれて自然な画像が生成できます。リアル系の顔であればメディアパイプも十分に検出力が高いですので、境界を意識する場合はメディアパイプを使ってください。左がヨーローを使った場合、右がメディアパイプメッシュを使った場合ですが、首のところの境界が明らかに違っているのがわかると思います。今回のまとめですが、肌をリアルにするためには1つ目はプロンプトでいろいろとリアルなものを入れて頑張る、2つ目はリアルスキンのためのローラを使用する、3つ目はハイレゾフィックスに独自のプロンプトを挿入してローラの効果を変える、4つ目は A ディテイラーを使用してリアルさを追求するです。いろいろと組み合わせて行うと良いと思います。リアルな肌と傷んだ肌、これは紙一重ですのでちょうど良い調節が必要になります。一つの方法に頼ると肌はリアルになったが全体の構造が壊れるという結果に陥りがちですので、いろいろと組み合わせて良い方法を見つけることが大切だと思います。あまりつるんとした肌は明らかに AI で作った肌というような感じがしますので、リアルさを追求する場合は本日の動画を参考にしていろいろとチャレンジしてみてください。最終目標は AI で作ったことが全くわからないような画像生成です。私はリアルな人物を生成するのが一番好きですので、また良い方法があったら皆さんと情報を共有したいと思います。では本日のローラのコーナーに行きましょう。本日のローラ、本日紹介するローラはローウラです。これは暗い光の画像を作るためのローラになります。光の当て方もリアルな画像を作るためにはとても大事な要素だと思います。早速見ていきましょう。先ほどと同じようなプロンプトで作った画像ですが、この画像のシード値を固定してローラの影響を XYZ プロットを使って調べていこうと思います。プロンプトですが、スキニーニュースキンを 0.4 の強度で入れてローラを強度 -0.4 から1までの範囲で比べていきます。そしてトリガーワードはダークテーマになるようですので、プロンプトにダークテーマを入れています。それでは画像を生成していきましょう。生成された画像がこちらです。これがローラの強度 -0.4 ですが、マイナスにすると明るくなる効果があるようですね。-0.2 でも明るい画像になっています。明るくするために使っていくという方法もありかもしれません。これが0ですが、0だと元の画像ですね。水着の色が元の色になりました。明るいバージョンでは水着が白に変わっていたんですね。これが強さ 0.2 ですが、全体がだんだん暗くなってきました。全体の雰囲気がちょっと変わってきましたね。これが 0.4 ですが、さらに全体が暗くなってきています。肌のリアルさも強調されてきたような感じがあります。手の位置が少し変わってきていますので、この辺りから構図全体に与える影響が出てきました。これが 0.6 になります。肌の感じは今までで一番リアルに見えると思います。先ほどの肌のローラと合わせて使うと非常に良いシナジー効果が得られるかもしれません。比較した感じだと皮膚のリアルさという点ではこの 0.6 が一番良い強さかもしれないです。 0.8 では肌が逆に明るくなり、
背景が破綻しているような感じがあります。髪の毛の輪郭もおかしくなってきました。 1.0 では画像全体がガビガビになり、構造が壊れてしまって、もはや使えないという画像になりました。もう一度効果を比較しましょう。左がローラの強度0、右がローラの強度 0.6 のパターンです。画像全体の明るさもローラを加えた方が暗くなっていますが、肌の質感も強度 0.6 でローラを与えた方がリアルな感じがします。ローラの強さ 0.4 ぐらいから画像の全体の構造が変わってしまいますので、直接の比較は難しいですが、肌のリアルさを追求するならこのローオーラも使ってみるといいかもしれません。ただ注意点としては、強度を強くすると背景がぼやけてしまうという効果が付け足されるようですので、そのあたりは強度を調節したり、ハイレゾフィックスのプロンプトで使用したりなど工夫がいるかもしれません。エンディングではいろいろなモデルで生成したリアルスキンビジョンをお見せしますので、ぜひご覧ください。本日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。この動画が役に立つじゃんと思われた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。